こんにちはっつーピーナッツくんダーンドワーン今日はなんとはい VR のバカゲーを見つけてまいりました。 VR のバカゲー、そうなんかねしょうもないけど面白そうなの。なんか昭和のテレビ番組みたいな感じで、うん、壁に穴が開いてて迫ってくるんだけど、うん、その形をして、ああ壁を通り抜けるやつだ。そう壁を通り抜けるためにその形したらトンネルズのやつね。トンネルズ、もじもじくんね。そう知らないんですけどあんまり。そうスマホ世代が。でルールは簡単で3回でも壁にちょっと手が当たったり、あ、まあ、頭ぶつけたり足ぶつけたりしたら。なるほど3機あるってことね。そう右見て右見て、そこに点数出るから。あトータルスコア0、そこに3機出るからね。なるほど。3回ミスったら終了でトータルスコアで競っていきたいと思います。これ周りがね水になってる、これ熱湯かなんかですかね。スタあ何してんの。ああああ文字やってんの。あすごいスタートじゃあさ、これで負けた方は、うん、罰ゲームとして、あ罰ゲーム入れんの。はい、やっぱ全身を使った罰ゲーム、うん、尻文字やば尻文字をしましょう。ポチッとなわおわ来るぞ。おいむずいぞ急に細いめっちゃむずい。何これ初めて見たわ。ちょっとくっそむずいの来たじゃん。これあ危ない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 無理だろこれ。あハンドあライフがあるライフが。いや、むずいよ。ヘッド、頭ぶつかったわ。どうすりゃいいんだ、これ。あ、こうか。クソむずいの来るな。こう。あ、うまい。いや、当たっちゃったよ。ゼロ点。いや、むずすぎるだろ、これ。なんで僕こんなむずいんだ。ちょっと待って待って待って。待って、あー。あー。いや、ちょっと。立った。ちょっと痛すぎ。いやいやいや、むずすぎるだろ。もう一回やらせてくれ頼む。わかった、もう一回だけやらせてくれ。仕方ねえな。ポチッとな来い、いいの来い。あーこれ簡単じゃない。ちょっとシャープ難しすぎた。もうピーナツくんの体のサイズ的に無理だったもんな。ちょっとあおーよしすごい、うわいいね。なんだこれ、ちっちゃちっちゃい、やばい、危ない、当たった無理だろ、絶対無理。どうしようどうしよう、これどうしようどうすればいいんだ。こうか、危ない、当たったよあ、よし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 、いいの来た、いいの来た、イージーイージー、これはイージーだわ。いいの来ました。あ、縮こまってますね。あ、うまーい。よし、いいねいいね。はい、これも来ました。ちょ、バグったいけるそれ、いける、これで、よし、おお、すごい。今の多分難しいのだと点数高いんだわ。なるほどね。あ、マジか。これジャンプしないといけない。うわうわダメです、当たったわ。あ35点ね、ピーナツくん、イエーイ。はい、交代しました。はい、2、1、緊張すんな。お、わ、めっちゃいいじゃん、ラッキーラッキー。いや、どういう体勢どういう体勢これ、それすごい、よっしゃー、おっしゃい、2、ちょっと部屋の端寄りすぎたかも今。うわ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 、危ない、まずいけんの今の。やったもうこれ勝ったんじゃない。よかった、尻文字だけは恥ずかしいからね。35だからね、35。いやもう潰れてる潰れてる、もうボンボカさん潰れてるいやいや、おかしいおかしい、バカってバカって、難しい、ずるい、やったいいの来ました。卑怯だぞ、はい、あーやった、40、やば、卑怯だぞ。いやでも最初の1個から2個目がうまかったもん。これ通り抜けたら本物だよ。はい、いける。あ、嘘。あー、残念。マジか。いやもう、これ、足をちゃんと開かない。うわー、もう潰れてる。うわー、収納されてるポンポコさん。あ、ダメでした。あ、結果は、あ、40、勝ったじゃん、やった。途中もう完全に、何、圧縮されてました。うるさい。すごい。あれ、旅行のカバンに詰められるやつ、うん、
真空パックされてました。怖い、誰がお前の友達か。ということで今日も見てくれてありがとうね。また明日、じゃね、バイバイ。じゃあ最後にピーナッツくんの尻文字をどうぞ。うわー、ピーナッツくんのピーの字ってどう書くの？こう書いて、こう書いて、こう書くの？ピーナッツくんの伸ばし棒ってどう書くの？こう書くの？ピーナッツくんのなの字ってどう書くの？こう書いてこう書くの？ピーナッツくんのつの字ってどう書くの？こう書いてこう書いてこう書くの？ピーナッツくんのつの字ってどう書くの？こう書いてこう書いてこう書くの？ピーナッツくんのくんの字ってどう書くの？こう書くの？ピーナッツくんのんの字ってどう書くの？こう書くの？